マックス・フィールド・パリッシュはアメリカの画家、イラストレーター、ポスター、雑誌の表紙や挿絵で人気を博した。父は同伴画家、兼風景画家、スティーブン・パリッシュ、ペンシルベニア州フィラデルフィア市で生まれる。本名はフレデリック・パリッシュであるが、ミドルネームおよびペンネームとして、父方の祖母の旧姓であるマックス・フィールドを用いた。幼い頃から、 絵の才能を示し、両親は1884年から1886年の間、パリッシュを連れてヨーロッパを旅した。ペンシルベニア州ハバフォードのハバフォード大学で建築を学んだ後、1892年から1895年の間、ペンシルベニア美術アカデミーでロバート・ボノーやトマス・アンシュッツに学んだ。卒業後、マサチューセッツ州のアニスク・アムに、 父親とスタジオを開いた。一年後、ドレクセル美術、科学、産業協会に進んだ。そこでは有名なイラストレーターのハワード・パイルが教師を知っていて、後に、パイルの弟子のイラストレーターたちは、ブランデーワインパと呼ばれることになる。商業美術の世界で仕事を始め、1895年に作品がファッション雑誌、ハーパーズ・バザーに掲載された。 スクリブナーズマガジンなどの雑誌の仕事も行い、1897年にライマン・フランク・ボームの少年向け書籍の写真を描いた。19世紀後半のイラストレーションの黄金時代を形成したイラストレーターの一人となった。1900年までにアメリカ芸術家協会の会員になった。1903年にヨーロッパを旅し、イタリアを訪れた。 1920年代まで多くの商業美術の仕事をした。その作品において極めて美しく成長な青色を表現したことで知られており、この青色はパリッシュブルーと呼ばれる。子供を思う歌差し絵、パリッシュブルーを使用している。ありがとうございます。